アボッターバードの市街を望むアボッターバードは、パキスタン北部、カイバル・パクトゥンクワ州に位置する都市。同州アボッターバード県の県都である。市は、北緯34度9分21秒、統計73度13分10秒、州都イスラマバードの北東約 50km、州都ペシャーワルの東約 150km に位置する。市の標高は 1260m で、 四方を山に囲まれており、成し上がりや並んバレーといった山岳観光地への拠点となっている。人口は27,915人。学校が多く集まる町で、特に医学関係と軍関係の学校が多い。特に代表的な学校にはパキスタン、軍士官学校があり、パキスタン軍のエリートはこの町で育つ。軍事施設も多く。 退役軍人も各地から移り住んできている。アボッターバードはイギリス領インド帝国時代、1853年にパンジャーブを併合した後、ハザラ地方の本部として創設された。町の名は創設者であったイギリス陸軍のジェームズ・アボット少佐にちなんで付けられた。やがてアボットはイギリスに帰国することになったが、その際にこの町への愛着と離れ難さを、 アボターバードという死で表した。アボットが帰国した後も、アボターバードは、北方部隊第2師団が本部を置く、軍の兵衛地、及び保養地として重要な地であり続けた。この地の中東軍は、グルカ兵及び辺境の兵からなる4つの大隊と、4つの山岳中隊からなっていた。1901年には、アボターバードは、 人口7764人を数えた。1911年には人口は11506人に増えた。インドパキスタン分離独立後、第一次インパ戦争の最中の1948年6月、イギリス赤十字はアボターバードに病院を建て、カシミールの前線から運ばれた何千という数の負傷兵の手当てに当たった。2005年10月8日に起きたカシミール地震の際には、 アボッターバードでも古い建築物が数多く倒壊するなどの被害を受けた。2011年5月2日、ウサーマ・ビン・ラーディンがこの地でアメリカ合衆国海軍の特殊部隊、ネイビー・シールズによって射殺された。アボッターバードの夏は暑く、平均気温は25摂氏26度、最高気温は摂氏30度を超える。冬は温暖で、平均気温は7摂氏9度、 最低気温でも氷点下に下がることはあまりない。降水はモンスウーンの影響を受ける7月8月に集中しており、この時期には洪水が起こりやすい。晩秋から冬にかけては乾燥している。1月にはわずかに降雪が見られることもある。年平均気温は摂氏17度、年間降水量は1270ミ、mm、リメートル程度である。の気候区分では、 アボッターバードは国土のほとんどが乾燥帯に属するパキスタンにあっては珍しく温暖湿潤気候に属する。アボッターバードには古くはパキスタン北方とシルクロードとを結ぶ道であったカラコルムハイウェイが通っている。現在ではこのカラコルムハイウェイはアボッターバードを通る区間ではパキスタン国土を35号線となっている。アボッターバードにおける公共交通機関としては 8から13人乗りの乗り合いピックアップ版が一般的である。その他にタクシーや近隣の町とアボッターバードとを結ぶニューマシャ、ペシャーワルやイスラマバード、ラホールなどへの長距離バスもある。パキスタン国鉄はアボッターバードには通じておらず、同国鉄最北端の駅であるハバリアンへはアボッターバードの中心部から車で30分を要する。ありがとうございます。